ースのお時間となりました。本日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。テレビでは伝えないニュースをお伝えしている赤坂ニュース、ぜひ皆さんにはチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いいたします。最近の気になるニュースです。令和整形義塾発足、40代経営者が政治リーダー育成と日本再生を目指す。日本の40代の経営者2人が共同で創設した一般社団法人ネクストジャパンイニシアチブは、国会議員など次世代の政治リーダーを育成する令和整形義塾の開催を発表し、1期生となる塾生の募集を始めた。経済が低迷した失われた30年を踏まえ、議員を輩出するなどして政治を変え、日本の再生を目指すという、はい、起業家が設立した政治塾ができると、うん、もうなんかリーダーを育てるっていうのはね、さまざま整形塾とかもありますけど、うん、みんな訴えてて、まあ、そこからね、国会議員だったりとか経営者っていうのがさまざま輩出されてるみたいなので、はい、結構ここ大事なキーポイントかなと思います。そうですね、失われた30年を取り戻そうとこう、ね、うん、民間でも動き始めたっていうことでしょうね。はい、はい、それでは本日のゲストをご紹介いたします。参議院議員で参政党代表の神谷宗平さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。この令和整形義塾ができたということで、はい、実は参政党もね、新しく始めるんですが、はい、そうです、そうです、はい、あの令和整形義塾さんのニュース、まあ、私も見てたんですけど、はい、まあ、あの松下整形塾を、うん、まあ、一つの参考にみたいな形で、はいはい、講師にね、あの元総理の野田さんとかですね、もう入られるというようなことが書いてありました。でやっぱりこう松下幸之助さんもですね、やっぱりこう日本の戦後復興をやっていく中で、経済はある程度立て直ったけども、やっぱり政治と経済は両輪だから、はい、経済だけじゃダメなんだと、だから政治にもいいリーダーが必要だということで、まあ、松下整形塾を作ろうと考えられたということを聞いているんですね、はいはい、でその時は経済良かったんですよ、はい、今経済もダメなんですね。はい、だからまあ整形塾ですから、うん、だからもう経営者の皆さんも危機感があるんだと思うんですよね、うん、結局経済はいいけど政治がダメだった、でも今政治がダメだったせいで経済もダメになっちゃったと、うん、それだともう自分たちのね、経営者としてのあのその会社の経営も危ないと、そうですよね、いうそういう危機感で作られたんじゃないかなというふうに思うわけですよね。はい、それでは本日のテーマはこちらです。参政党が始める政治塾とは。我々参政党も今までもずっとやってきたんですよ、政治家育成の取り組みっていうのは、はい、参政党 DIY スクールっていうのを5期やっていて、はい、その中であの当初の頃からやってたんですけれども、まあ、結構これ拘束時間が長いということですとか、うん、あとまあ講師陣は20人とか揃えるので、うん、まあ、受講料も6万円とか10万円とか結構高いと、はい、でそうなると結局お金と時間のある人しか来れないよねと、うん、まあある意味合理的なんですよ。政治ってお金と時間がないとなかなか議員にもなれないので、はい、あの合理的ではあったのかもしれないけれども、でもやっぱりこれからの日本のことを考えれば、若い人たちとか、あと主婦の方とかですね、はい、で今シングルマザーの方でも議員やっておられる方結構いらっしゃいますし、はいはい、そういった方々にもですね、やっぱ政治参加してもらわないと、お金と時間がある人だけの政治ではですね、やっぱそういう若い人の声とかですね、それこそあの子育て大変な人の声とか届かないので、はい、そういう人たちにも届けるためにですね、今回はもうあの参加費もだいぶ安くして、うん、でしかももう議員になるための塾としてですね、うん、はい、あの特化した内容でやろうということで、うん、選挙部っていうのがあるんですけど、はいはい、そこの企画で作りましょうということで、うん、いつぐらいかな、5月ぐらいにあの会議に企画が上がってきて、そこからもう一気にガガガンと、はい、準備して、はい、2ヶ月ぐらいで立ち上げたんですけど、ちょうどね、やってる頃にあの他の政党もあの政治塾を、はいはいはい、始めてるっていうこともあったので、はいはい、まあ私負けず嫌いですから他の政党より必ずいい内容にするぞと、はい、その、うん、中身はね、それは政党ごとに違うと思いますし、はいはい、大きな政党がやってるわけだからですけど、まあでもあの、うん、コンテンツとしては、はい、どこの党よりもしっかりとしたものを作ろうということで企画をして、はい、参政党政治塾というのを7月1日から募集始めてますね、はい、あのやっぱでも政治塾って聞いちゃうと、はい、結構ハードル高いなとか、はい、すごい難しいんじゃないかとかっていうのがやっぱ先入観として思っちゃうんですけど、はい、その辺はいかがでしょうか。
まあそうですね、はい、ただ試験とかテストとかがあるわけではないので、はいはい、まあ、内容をね見てもらえばと思いますけど、まあ、全9回あって、はい、まあ、最初、まあ、私が多分担当するかと思うんですけど、はい、なんで今政治が必要なのかとか、なんでわざわざね政党を作ったのかとか、うん、まあ、参政党の原点みたいな話を聞いてもらって、はい、次にやっぱり国家観とか歴史観が大事だって言われる政党なので、はいはい、そういった歴史国家観みたいなところを学んでもらうと、うん、それから3つ目は次にやっぱ国際情勢が見えてないと、はい、はい、もう日本だけの政治ではないの で、ね、まあ、世界の流れがもう我々国民の、ね、地方に住む国民の生活にもダイレクトに影響してくる時代だから、それが分からないと地方議員もできませんよというようなことで、はい、3回やります。でその後でまあ自分は政治家、別に絶対政治家になるって決めてなくてもいいんですよ、はい、やってみようかな、どうかな、自分にできるのかなっていうぐらいの気持ちの方でもいいので、うん、来てもらって、まあ、3回いろいろ話を聞いた上で、まあ、自分がそれこう政治家を目指せるのかどうか、目指す気持ちになるかどうかみたいなところを発表してもらうと、はい、でひょっとするとこのあたりで脱落者が出るかもしれないですね。今、はい、興味持って参加してみたけど、はい、やっぱりちょっとハードル高いとか、うんうんうん、その判断はね、この3回4回目ぐらいまで受講してもらってから決めてもらっていいのかなというふうに私は思っています。はい、でやるぞってなったら5回目以降ですね、結構その実践的な話で、議員の仕事ってどんなことするのと、はい、これ分かってなくて議員になってる賛成の議員結構いますからなってからあれみたいなこんなことやるんですかみたいなとか、あと大きな政党じゃないから基本的にその議会一人からスタートするわけですよ ね、はい、でなかなかね後ろ盾もない中で頑張らないといけないし、うん、みたいな、そういう現実の話を聞いてもらって、6回目はじゃあ選挙やるときにやっぱり選挙ってどうやるのとかって普通の人知りませんから、はい、公職選挙法だったりお金の集め方だったり活動の仕方だったりというようなことを伝えてもらって、で7回目8回目はですね実践指導ということで、うん、はい、もう地方議員が135名ぐらいいますんで、はい、誰か担当の人1人か2人そのあたりついてもらってですね、うん、はい、その方々のところ行って一緒にこう現場の議員の仕事を見てもらうと、これがここ結構売りかなと。そうですね、はい、他の党はないですから、はい、かなりここはですね、まあ、党の議員さんたちに、ね、協力を仰ぐのか強制するのか分かりませんが、はい、やってというふうに。先生の教育実習みたいな感じで。そうです、そうです、うんうん、まさにまさに、はい、そういったのをやっていただいて、で最後にこうこの、まあ、9回の9ヶ月間 の、はい、まとめをですね発表して、まあ、9ヶ月半年間か半年間のまとめを発表してもらって、はい、でそれから、まあ、選挙出るかどうか最終的に決めればいいということなので、うん、はい、まあこの中身をちゃんと見てもらえば、はい、そんなめちゃめちゃハードル高くなくて、うん、ハードルは高くないんじゃないかなと思っていて、うん、今はよくわからないけど興味はあると、はい、政治って一体何なんだと、はい、政治家何をしてるんだと、で ほとんどの国民の方、多分私の心の統計ではですね8割ぐらいの国民の方が政治家なんてろくでもないと、そうですね、はい、ね、だから世の中こんな悪いんだと、うんうん、思ってると思うんですね、はい、確かに私も国会議員ですから、はい、その批判は毎日受けないといけない部分あるんです、不甲斐ないから、はい、けれども現場知っていただくとだいぶ見る目変わると、うん、はい、やっぱ知らずに文句言うのと知ってて批判するのは全然違うよと。そうなんですよね、はい、イメージだけで文句言うだよと、何事もね、はい、そうです、何事も、そうです、そうです、だからやっぱり政治に対する傍観者からですね、やっぱり、うん、当事者の立場に一回立ってみて、はい、その視点から世の中を見るっていう学びにはすごくなるんじゃないかなというふうに思っているので、うん、はい、だから繰り返しになりますけど、もう絶対私立候補するって決めてるんですっていう人ももちろん来てもらってもいいですけど、はい、いや私はそもそも政治に不信があると、うんうん、ね、政治家なんてろくでもないと思ってる人も来てもらってですね、うん、はい、現場とかその我々何をやってるのか、どういう思いでやってるのか、現場の議員がどういう、ね、活動してるのかっていうのを知ってもらえる、まあ、そういういい機会ではないかなというふうには思っています、うん、はい、地方議員と その実際の議員さんと触れ合うっていうポイントって相当こうなんか興味は湧いてくるんですけど、はい、やっぱそうなってくると、うん、なんかね、賛成党からとかじゃなくてここでとりあえず受けといて、はい、私の人生考えたら保管とこうっていう人もなんか少なからずいるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあ、そうですね、だから別にそんな署名制約を取るわけじゃないので、はい、もちろん学ぶだけ学んで他の党で立候補するっていうのも、うん、まあ、ないことは別にないですね、その縛りもかけられないんで、はい、うん、ただこっちとしては、まあ、おいおいおいっていう残念な気持ちにはなるけれどもでもそういう方いらっしゃいますよ、うん、はい、私の知ってる人でもですね、はい、あれですよ、自民党で勉強してて維新で立候補してたとか、はい、私のところで勉強してたやつもですね2年勉強して維新で立候補しましたからね、はい、そう、一言もなく立候補しましたからね、はい、言葉になく言葉になく、はい、
ですか。往々にしてあるんですね、そういうことは、ね。まあまあ、もう政治の世界はありますよ。だってみんな選挙通りたいから、うん、その時風吹いてるところで立候補しようっていうのは、うん、それは国会議員であってもありますからね、うんうんうん。はい。私みたいにですね、頑固にもう自分の信念でいきますみたいなのは、うん、逆に政治の世界ではバカねって言われました。はい。風に乗るのが政治家でしょ、みたいな。なるほど。はい。うん、まあ、賛成とはそういうところではないので、うん、逆風だろうが何だろうが、俺たちは俺たちの信念もついていくぜというそういう党だということが分かってもらえれば、はい、いいんじゃないかなと思います。そうですね。はい、でもまあ本当に政治家目指す人だけじゃなくて、はい、本当に一般の有権者も知るべき内容ですよね。うんはい、いや、そうです。で、しかも、あまりね、安売りセールしてもしょうがないんですけど、うん、他の党の金額を見て、で、9回で2万円ぐらいにしたので、はい、本当に1回2000円ぐらいですから、うんすすねはい、普通になんかセミナー行くよりも、ねね、2000円だったら安いと思うので、だから本当にね、学生とかの方とか、まあ、アルバイトしてる方とかですね、うん、そんな十分なお金とかがなくても、はいはい、まあ自分のお小遣い、主婦の方でも自分のお小遣いで行けるというぐらいのなので、はい、現場の声を、うん、しっかりと体験してもらえばいいんじゃないかなと思いますね。はい、しかもですよ、参加しやすいようになんと全国11カ所で開催ですから。そうなんですよね、はい。オンラインとかじゃなくてですか？あ、ガチリアルです。リアルです。リアルで。はい。だから場所を言うと札幌、仙台、東京、金沢、名古屋、大阪、広島、愛媛だから松山ですね。松山で、福岡。うん、はい、うん。かなり、はい、全国いろんな場所で。やりますので、みんなでちゃんと机に座って一緒にやる。そうですね、やっぱりね、コミュニケーションというか、やっぱりリアルに会ってやることがすごく大事なので、はい、それもあってですね、やっぱ交通費とかもかかるので、だからまあ参加費はもう最小限で、うん、はい、まあ、もちろんもう賛成党持ち出しですよね、うん、はいはい、うん、これで集めたところで多分事業費は出ないの で、 で、ね、はい、まあ、党の将来のための投資ということで、うん、はい、まあ、党の予算を出して、うん、からあと現場で運営するのは全部参政党の地方議員の方にお願いしているので、あ、ね、まあ、行くだけで毎回地方議員の方と会えますよと、あ、そうですね、はい、そういうのもありますね、うんうん、はい、なるほど、ひょっとしたら皆さんの好きな議員さんがその場にいるかもしれないと、ね、その地域のね、はい、あとなんか50代の方がもうすごい行こうと思ってたのに、はい、俺ダメだったっておっしゃってたんですけど、まあでもダメ元で申し込んでもらうのありかもしれないです、うん、あ、まあでも一応規定は25から、はい、50歳まで、50歳まで、まあそうですね、はい、まあ未来へのということであるので、はい、まあ何でもね、年齢制限、賛成党も立候補70歳までってしてるんで、うん、それも70代の方からクレームは来るんですがはい、まあやっぱりこれからのことを作っていくので、はい。ただ、年齢だけが全てではないので、うん、まあ例外もありますから、うん、はい。まあ例えば私51なんですと、うん、はい。50歳が良くて51歳がダメだっていう合理的な理由は何ですかとか言ったら、それはあまりありませんということなので、だからまあそういったところはですね、どうしてもという思いがあれば、書いていただければ、こう例外を、例えば24なんですけどとか、うん、はい、うんうん。ね、そういう方でも、もうでも来年選挙があって、来年選挙出るときにはもう25で出れるんですとか、そういうのもあり得ると思いますので、一応の、はい、枠としては25から50ぐらいですね。はい、じゃあもう、門戸を叩いてみると。そうですね。はい。過ぎていた結局、でも、じゃあ年齢がハマっては誰でも受けれるかっていうことで、そうですね。やっぱり冷やかしとか、いい加減なので来られたら困るので、はい。やっぱり、真摯な思いで受けていただけるということで、やっぱり、まあ年齢とか属性とかよりもですね、やっぱり思いが、すごい大事なので、うん、はい、そういったところが感じられれば、はい、年齢の枠は、ある程度飛び越えて、はい、うん、いけるんじゃないかなと思います。まあ、ケースバイケースですけどね。はい。はい、まあ、今まであと DIY スクールっていうのを参戦ってやってましたけど、あれは党員さん向けにやってたんですが、そうです、そうです。はい。今回のこの政治塾はもう、はい、誰でも、はい、そうなんです。DIY スクールはもう党員じゃないと参加できません。党員向けの学びの場ということでやってたので、はい、今回は党員でない方も、はい。まあでもサポーターぐらいにはなっておいてほしいですけどね。はい。なので、サポーターになっていただければ週1回メール届くんで、賛成党がこういうことやってるよとか、こういう訴えしてるよっていうのは分かってもらえるんで、はい、まあ少なくとも自分がね、政治塾行くぐらいの党の、はい、運営状況はね、把握しておいてもらいたいから、まあできればサポーターにはなってもらいたいですけど、うん。まあでも別にそこも限定はしてないので、はい。はい、まだ賛成党のよく分かんないなとか、まあ逆に賛成党ちょっと怪しいんじゃないと思ってる人も来てもらってもいいかもしれません。中来たら実態分かるから。はい。はい、確かに、うん、もうアンチの人が来ても困るから、いやでもいいで結局
その革新的なアンチの人とって落とすためにやってる人と、うん、不信感を持ってる人とってあると思ってるんで、うん、そういうのってやっぱり皆さんなんかネットの情報だけとか見たりとか、うん、あの人が空いてたからとかって判断されるんだけど、結局まあ現場に来て現場でやってる人たちが賛成党なんで、はい、どうしてもなんか神は嫌いだから賛成党嫌いみたいな、神はイコール賛成党になってる人もいると思うんですけど、はい、別に私だけが賛成党じゃないので、うん、私も賛成党だけど、うん、お二人も賛成党、うん、現場の議員さんたちも賛成党、うん、はい、だからそこに集まってる人たちのなんていうかな、まあ、10人20人見てもらえば、はい、それなりのやっぱり傾向があるので、うんうん、あ、賛成党ってこういう人たちがやってんだなって見てもらうと、まあ、普段そのネットで流れてる情報なんていうものは、あ、なんかそれはもう切り取りだったんだなっていうことは分かるんじゃないかと思いますから、別に賛成党が大好きなんですっていう人じゃなくても、うん、私は政治家を目指していると、うん、賛成党はどうも怪しいと、うん、けれども、まあ、塾をやると言うんだったら、一度そのね、道場破りぐらいの気持ちで言ってやろうかと、いうぐらいの気持ちでもですね、はい。まあ、その邪魔、運営の邪魔とかはそ、ね、それはもう NG ですけど、はい、そうじゃなければ、別に、あの、賛成党とか、まあ、まあ、日本の政治について学んでもらうという場なので、うん、はい。別に絶対賛成党のファンじゃないといけないとか、そういうことは、あの、求めてませんね。はい。だから、賛成党についてどれだけ知ってますかみたいな、そういうのはないとは思います。はい。なんか最後に神谷さんが厳しく審査するとかってこともないんですか？いや別にそれはないですね。試験とかも、ね、定員が各地あると思うので、その時はまあ絞る時にひょっとしてまあちょっと見てくださいっていうのは来るかもしれないけど、別にあの私が審査員なんか入ってるっていうことはないです。うん、はい、もう現場現場に任せようと思って、はい。そうなんですね。はい。賛成党政治塾の申し込みなんですが、はい、こちらの YouTube の概要欄に貼っておりますので、ぜひそちらからお申し込みください。よろしくお願いいたします。前半はですね、あのその政治塾の、まあね、どういうコンセプトでやるかということを伺ったんですが、はい、まあ、これを作る過程が大変だったそうで、はい、裏話ね、塾結成まで裏話ね、裏話があるということで、はい、それ1時間ぐらいの番組になりますよ。大丈夫ですか？大丈夫ですか？そんな大体ね、全ては裏側であるんで全ては裏に信じてある、はいはい、ということで、後半はその裏話を伺っていきたいと思います、はい、後半の限定動画につきましては詳しくは概要欄をご覧ください。それでは引き続き神谷さん、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ここで7月7日に大阪で行われた凱旋大会、政治に対するなんでやねん N1 グランプリの上位入賞者の発表です。緊張しますね。緊張しますね。当日いた？どうだったかな。いや本当ね、本当あのなんでやねんっていうのをね、あの前日に練習したんだけど、あの舞台の上では発揮できず、発揮できずね、まあ暑かったしね、暑かったし、なんでやねん、そうなんでやねん、めっちゃ練習したよ。さて、入賞者はご覧の5名に決まりました。おめでとうございます。素晴らしい、素晴らしい。まあ、でもね、実はですね、この収録時点では私たちまだ投票結果を知らないんですが、うん、はい、まあ、モッチは当然ね1位に入っていると。もうね、それはもうそうですよ。当たり前じゃないです か, かもう赤坂ニュースやってますから。そうかそうか、うん、工藤さんこそね、そ俺とね1位か2位かっていう感じで、これ大丈夫かな、恥ずかしいか、これも恥ずかしい、ね。はい、上位に選ばれた5名の方は8月10日に行われる賛成党フェスで決勝大会が行われます。はい、ね、どんな演説になるのか、うん、また熱い演説が聞けると思いますので、ね、はい、ぜひ皆さん賛成党フェス現地にお越しください。よろしくお願いいたします。はい、そして賛成党フェスのご案内です。はい、8月10日神戸国際展示場で行われるこの賛成党フェス、ただいま一般販売を開始しております。会場にお越しにならない遠方の方向けにもアーカイブチケットの販売も開始しています。会場にいらした方には漏れなくもらえるプレゼントもありますので、ぜひ会場にお越しください。はい、当日までチケットが買えるみたいなので、うん、駆け込みで皆さん申し込んでいただいて、当日来ても大丈夫ということでございます。はい、お申し込みは概要欄のリンクからお申し込みください。それでは皆様のご参加をお待ちしております。